SK ブロードバンドは大韓民国、ソウルに本社を置く電気通信企業で SK グループの SK テレコムの完全子会社である。韓国の大手ブロードバンド ISP の一つである。また、SK ブロードバンドのブロードド部門は韓国のテレホンカード市場の大部分を支配している。1997年に花路通信として設立された。当時国有企業だった。 KT 以外では唯一の地域交換事業者であり、韓国の固定電話市場の半分近くを支配するまでになった。1999年にブロードバンド市場に参入し、VOIP サービス、ブロードバンドインターネット接続、BTB というブランド名の IP 放送サービスを提供するトリプルプレイプロバイダに成長した。また、法人顧客向けに専用線サービスと、 IDC サービスを提供している。2000年以降、ハナロはシスコシステムズとネットワークサービスプロバイダーとの共同マーケティングプログラムであるシスコパワードネットワークプログラムに参加し、シスコシステムズの機器を使用したネットワーク上で公共サービスを提供している。2002年時点で韓国のブロードバンド市場は KT が50%を占め、ハナロとスルーネットが残りの 約45%のシェアを分け合っていた。ハナロは、ブロードバンド市場での地位を強固にするため、2005年3月に、スルーネットを4714億本で買収した。2008年2月、ハナロ通信は1兆900億本で、韓国の大手携帯電話事業者会社、SK テレコムに買収された。2008年9月に、現在の SK ブロードバンドに解消した。 2015年7月1日、SK テレコムは株式交換で SK ブロードバンドの全株式を買い取り、SK ブロードバンドは SK テレコムの完全子会社となった。2014年10月、SK ブロードバンドは ITU 全県会議で世界初の1 0ット、s インターネットサービスを発表した。この新しいインターネットサービスは、 韓国の既存のランサービスである1 0 0ガビット、s のダウンロード速度の100倍の速度を実現している。2015年11月、SK テレコムは、競合他社である CJ グループの CJ ハロービジョンの30%の株式を5000億ウォンで買収することに合意した。ありがとうございます。